バテる系のいいところはやっぱりモテるところですかね。何同性にモテるっていうのは同性にモテるっていうのはすごい喜ばしいことだ。まあ同性異性にも、はい、人気がある。まだくモテます。アームのいいところは競輪って感じで言うともがいてる方がかっこいいとか、彼のなんて言うんだろう、いろんな科学的根拠を計算し尽くされたフォームをしてます。彼はやはり優しいですし、かなりいい子です。すごくね、こう人にも配慮はできないような雰囲気がありますけど、実は配慮ができていて、何ですかね、後輩として一緒に過ごしてて楽しいです。急に真面目だな。ダウノ君は国や自分のその住んでいる市に対して納税をしっかりしている有料納税者ですね。しっかり税金を納めていて、すごくいいことだと思います。国民の鏡だから、もう本当国民の鏡です。彼は道路を青野くんが作ってると言っても過言ではない川崎市のそれぐらいいいやつです。走り方とか参考にできるっていうほど足ないんですけど、学んでます。アヒルさんはワードセンスみたいな。あるなそれ。自分の中では神奈川一のワードセンス。ワードセンスおめえら、平塚 G1 絶対勝つぞ。えいえい、あーおじゃあそんな感じで、ありがとう。聞いたことも、すごい、その進展に、まあ、手に変えることとか、行きたいことかも、すごい、丁寧に教えてくれて、聞いたことよりさらになんか、もう、いいこととか、話聞かせてくれるので、すごい人としても尊敬できるですね。僕も見習うところがいっぱいあるので、学んでいきたいですね。競輪に対して、真剣なところというか、まあ、負けず嫌いですし、もう練習も本当に一番朝早くからやりますし、もう本当に頑張り屋というか、まあ、見てないところでやってるんだろうなっていうのが分かるぐらい、こう努力してるのが分かるんで、まあ、いつも僕もできることは何でもやりたいなというふうに思ってるので、まあ、プライベートでもないですし、まあ、これからも切磋琢磨していっていきたいですね。オールスターに何度も出場している高橋さんに聞きたいんですが、オールスターの見どころはどこですか？オールスターの見どころ、やっぱり皆さんこうファンに選ばれたっていう、やっぱりそういう気持ちを持ってくるから、お客さんにしっかりアピールできるような競争をみんな心がけてるんじゃないかなと思うけど、選ばれてきたっていう気持ちがきっと皆さん強いと思うんで、そこの部分ではちょっと他の特別とは違うのかなと思います。オールスターの意気込みを教えてください。はい、神奈川勢一同で精一杯頑張りたいと思います。番手ならしっかり、仕事ができる姿と、まあ、自力なり自力で、勝負していく姿を見てもらいます。オール
さんに対しての意気込みをお願いします。はい、今回は地元バンクっていうこともあるので、G1 ですし大きいタイトルを取りたいと思っているので、ここでしっかり優勝目指して頑張りたいと思います。オールスターの意気込みを教えてください。はい、お客様のおかげでファン投票を9位に選んでいただきましたし、地元ということでより一層力が入るので、いつも通り積極的なレースで結果残せればいいなというふうに思います。オールスターの意気込みをお願いします。はい、地元で開催されるオールスターなので、もう気持ち込めて一生懸命走りたいと思います。オールスターの意気込みを教えてください。はい、初出場でしかも平塚地元で走れるので気持ち入れて全力で頑張りたいです。オールスターの意気込みを教えてください。そうですね、地元の G1 オールスターなんでいつもと変わらずじゃないですけど、いつもより頑張りたいと思ってます。オールスターの意気込みを教えてください。はい、初めての地元での G1 なので一層一層集中して精一杯頑張りたいです。はい、